ウンベルト一世は、イタリア王国の第二代国王。父は、イタリア王、ビットーリオエマヌエーレ二世。母は神聖ローマ皇帝レオポルト二世の孫娘で、ロンバルト・ベネト・フクオーラ・ラニエリの、娘マリー・アーデライデ・ガズブルゴロレーナ。アオスタ皇爵で一時スペイン王となる、アメデー王、ポルトガル王妃、マリア・ピアデ・サボイアラは、兄弟姉妹にあたる。また王妃である。 マルゲリータ・ディサボイア・ジェノバは同族の十枚である。王として立憲君主制を尊重した議会政治を支持していたが、アナーキストのガエタ・のブレーシによりパレード中に暗殺される。少年時代の肖像ウンベルトは当時、サルデーニャ・ピエモンテオーであったビットーリオ・エマヌエーレ2世と、ロンバルド・ベネト王国の福王・ラニエリ大公の次女、マリー・アーデライデの長男として、トリノに生まれる。 巧妙な法学者であったパスクアーレ・レスタニスラを後に王国最相となるダゼジオ・コーマシシモ・タパレンデラが養育役を務めた。1858年3月に陸軍将校としてサルデーニャ王国軍に加わり軍務に関わりながら青年期を過ごした。従って父・ビットーリオ・エマヌエーレ2世によってイタリア統一戦争が再開されると父と共に 前線で軍を率いる役割を負うようになった。ロンバルディア解放の命運をかけたソルフェリーノの戦いでは軍司令官の一人として勇敢に戦い、小説、クオレにも描かれているように父以上に民衆に親しまれる存在であった。その後も軍に在籍を続け、広島戦争ではクストッツァの戦いに敗れて交代する友軍を助けるべくバルテリーナの戦いに 第十七師団を率いて戦った。カミッド・カブール伯爵ク,クラ政府閣僚が成立したイタリア王国の体制確立を進める中、王家たるサボヤ家も新たに獲得した地位の運用に追われていた。獲得した膨大な爵位と名誉を縁のある貴族たちに分配したり、同格となった上流の王公貴族たちとの血縁外交を進めたりと王家内の火星に、 奔走するビットオリオエマヌエーレ2世は、その一環として、着難、ウンベルトの婚姻を進めていた。しかし、他国が新たな借位継承を承認するには、時間が必要であり、早い段階で借位を承認した貴族たちには、未婚の適齢女性が少なかった。その時点では、少女の王女たちを含めれば、巨婚を用意できるが、統一時に、 すでに適齢期になっていたウンベルトには残された時間が少なかった。また、教皇領を没収したことによる外交対立もカトリック圏での婚姻を難しくしていた。弟アメディオはサボイア家の家臣であるチステルナ公の子女マリーヤビットーリアと結婚したが、不応は多いを継ぐウンベルトには外交関係を優先して結婚延期を命じた。 対立していた教会への接近なども試みられたが、有効な成果は上がらず、かといって、ヒカトリック県との婚姻は、一族内の同意を得られなかった。それでも父の努力の結果、敵対国であったオーストリア帝国との関係改善を前提として、ハプスブルクロートリンゲン家出身のテシェン公女、マティルデとの婚約がまとまったが、不幸にも彼女は大やけどにより、結婚前に没した。 不王はやむなく、サボイア家冒険出身で、ウンベルトの十枚である、ジェノバ公女マルゲリータとの同族結婚を決定した。彼女は、体が弱く、両者の間には、一人息子として、ビットーリオ・エマヌエーレ三世が生まれるのみとなった。1878年、不王ビットーリオ・エマヌエーレ二世が、波乱の生涯に幕を下ろすと、ウンベルトは直ちに議会と貴族の承認を得て、 王位をはじめとする、父の爵位、称号、そして、サボイア家の当時を継いだ。それに伴い王名を名乗る必要があったが、当初予定されていた、ウンベルト四世ではなく、ウンベルト一世と名乗ることを決めた。サボイアのウンベルトではなく、イタリアのウンベルトであることを強調したと考えられている。国政においては、父の外交政策を引き継ぎ、 周辺国との関係構築に全力を挙げた。特に旧敵大国であるオーストリアとは和解を進め、最終的にドイツも加わった対フランスイギリスの三国同盟を結成するに至った。しかし国民からは領土問題の遺恨を残したままの同盟に反感を抱く者が多く、後の第一次世界大戦での中立宣言へとつながる。また、 出遅れていた植民地戦争に積極的な面を見せ、1885年にエリトリア戦争によって初めての植民地を獲得した。1896年にエチオピア本土への第一次エチオピア戦争を支持するが、これはフランスのエチオピア援助によって頓挫させられた。しかし、植民地政策への意欲は捨てず、ギワダン事件が発生するとこれに出兵した。 他国籍軍の一翼を占めた。ギワダ団事件により、イタリア王国は天津地方などに咀嚼地を獲得し、中国大陸の権益に食い込むことができた。教会に対しては、強行路線を続け、ローマを含む旧強行領地域に対して一切の妥協を拒否した。 1890年代、王妃マルゲリータと共に暗殺事件1878年11月17日、即位を記念するパレードで、ベネデット・カイローリ首相と民衆の歓声に応えていた。ところ、無政府主義者を名乗る序盤にパッサン・ナンテという人物に、切りつけられる事件が起きる。とっさに、ウンベルト一世はサーベルを引き抜いて、パッサン・ナンテの顔を防いだが、隣り合わせていた。 ベネデット首相は死に重傷を負った。国家転覆と王政打倒が目的であったパッサンなんては、強行後に警察に取り押さえられ、議会は退逆罪として死刑を決定した。しかし、ウンベルト一世はこれを拒否し、暗殺犯を終身刑に減刑する恩赦を出した。政府はこれを受け入れたが、代わりにほとんど身動きの取れない狭い独房で拷問を与えた。 後に釈放されたパッサンなんては、精神病院で死亡した。ウンベルト一世が即位した時のイタリア王国は、新興国家として活気がある時代であったが、同時に多くの政治的問題が表面化した時期でもあった。特に大きな問題として、旧陵シチリア王国領が、サルデーニャ式の統治になじめず、最後まで抵抗したがために、サボヤ王家から礼遇されているという不満が、 充満していた。また先の無政府主義に続き、社会主義、共産主義など貴族制と王政の廃止を求める、共和運動も勢いを増していた。特に若き日のベニートム・ソリーニらが所属していた、イタリア社会党は、ウンベルト一世の悩みの種であった。1897年4月22日、貧しいタン屋氏、ピエトロ・アッキア・リートによる暗殺計画が行われ、 未然に防がれたものの共和主義者との敵対が続いていることを示した。1898年5月7日、パン価格の高騰に対する大規模暴動がイタリア各地で生じると、ミラノでの暴徒に対して、フィオレンツォ・ババ・ベッカリス将軍は軍に砲撃を命じた。結果、約100人が死亡、約1000人が負傷した。ウンベルトは秩序を回復させたババ・ベッカリスをねぎらう、電報を送り、 サボヤロウ兵騎士団から騎士称号を与えるなど賞賛を惜しまなかった。こうした行為は暴動に参加した者たちに激しい反感を与えた。事件から2年後の1900年7月29日の午後、モンザに行行中にイタリア系アメリカ人の無政府主義者、ガイタノブレイ氏により銃撃された。4発の銃弾を身に受けた、ウンベルト一世は倒れ、そのまま放御した。 警察に拘束されたが得たのは、虐殺への報復だと叫んだという。が得たのは、先の例もあって、死罪ではなく、終身刑とされたが、一年後に、独房内で殺害された。後に、アメリカ大統領、ウィリアム・マッキンリーを暗殺した、無政府主義者、レオン・チョルゴッシュは、ウンベルト一世暗殺に感化されたと証言している。7月29日、ウンベルト一世の遺体は、 父、ビットーリオ・エマヌエーレ2世が眠る王とローマのパンテオンに埋葬された。後に王位を継いだ息子のエマヌエーレ3世と孫ウンベルト2世は王政廃止により異国で没するためパンテオンに埋葬されたのはエマヌエーレ2世とウンベルト1世の父のみである。サルバトーレ・マーリーのリタリア・コージー・コムエ、1891イン、エール・コウ、バイエ・リエコ・マラテスタ。 1922ありがとうございます。